スマートフォンをですね、音楽聴けますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと、3番目でですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のゲスト化です。ちょうど見ている西側の方がゲスト化なんですけれども、こちらの特殊仕様のゲスト化ですね、ご覧の皆様、希望となったワイナリーストローソースで、作業に取り組む前の時間を
さらに、ね、短縮することで作業日で安心して戦いを取っていただきますと大事にしてご紹介いたしております。さあ、これまでは皆様にね、いろんな商品をご提案しておりますが、まずは今日はね、この機材を見ていただきたいということで、まず商品の展示をさせていただいております。さあ、その他にもこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の高さからといたしまして、1月末から3ヶ月間60、65、75と新たに食品、食品と利益機能が採用されたドライバーも、これまで実現の技を行いまして、各地で行った入札や保温作業などの全てで行う作業で、この機械で技術機能を使っていただきますと、誰でも簡単に真っ直ぐに、そして時間を少なく作業ができることで、この熱中症の
を迎えまして、こちらの新しい手がけた歴史をシリーズから直進アシスタントの入浴機が搭載された、ご視聴ありがとうございました。
Thank you.
交代。はい。
あれが一番です。何のついていい感じになるかなってなるって思うか。スイカ下がこう上まで上がれないのかと。上げたらもうドローンかいね。覚えとって、ノンツー覚えとって。さっきも開けかけただけ、ちょっと開けただけ。さっき円盤のロータリーに穴もわからんもんだろうと思って。違う違う。あそこでわかりにかっちゃうね。円盤の方。ドボンついたらわからんもんってなんだけど。円盤の方もちょっと開けとかないと。今まで一発で一発で一発でいかない。一回シャーピーを持ってきて、ちょっと。よし。どっちやった？これ標準よりちょっと上げといた。ちょっと。今下がっとった。あ、上げとった。下げないなんですね。ちょっと上げね。ああ、なるほどね。ちょっと上げたったら、まあ、ちょっと上がっとる、うん、いや、うん、今ちょうどどっかい見ればよかった今ちょうど見る場所によっては高さが全然だからちょっと標準でよかったのかね。本来は標準ね。そこが標準や。
よ見えるから。